てくれ。絶対人間性捧げてるわ。頭おかしなるぞマジで。こんなあまつき、あまつき、いやー加減統一しょうもねえな。オニアもそうだけど、加藤さんもオニアもそうだけど、別に、まあまあ、この人は別に実害ないけど、まあ、こういう、まあ、この人は別に実害ないけどね。こういうか、なんか雰囲気的にこんな感じは、まあ、うまく言えないんだけど、ちょっと言葉にできないんだけど、こういう感じの雰囲気にさらされながら、オニアも加藤さんもああいう配信してるのをマジで、ヤガミライト並みの精神力持ってる。エルも言ってたでしょ。その精神力は、神の領域に達しているみたいな。よし、あ、うまずき、土下座くども、あ、出れるよ。大丈夫、大丈夫。落ち着け。よし、うますぎる俺。これは元プロゲーマー、土下座くども殺すぞ。よし、これは元プロゲーマー。このゲームに対する適応力、研究、その全てがやはり、元プロゲーマーであるということを証明している。これ多分ショートカットできるんだよな、こっち。あーし、ちょっと落ち着いて。大丈夫、落ち着こう。あー、ちょっと落ち着こう。あ、やべ、あ、落ち着く、あ。もう最悪。大丈夫、ここなら。あ、もう。あ。あーあ。ああ。あ、うめえ、俺。やめてくれ。なんで金払ってゲーム買ってこんな思いしなきゃいけねえんだ。ゲームはゲームでも苦しんでるのは罰ゲームだけなんだよ。なんでこんな思いしなきゃいけねえんだ。はあ、ああ、はあ、ああ、ああ、あ、たん、ああ、開発チームに加わった方がいい。クソみたいなタスクを作る、多分センスがある、このゲームを作った人は。引き抜いた方がいい、マジで。タルコフの開発チームはこのゲームの作者を引き抜いた方がいい。それでカッパ取れないようにね、クソみたいなタスクを考えさせた方がいい。落ち着こう、落ち着こう。ダメだ、怒りに飲まれては、こういうゲームってのは絶対に無理じゃない。落ち着かなきゃいけない。まずは。怒りに飲まれたら、もうそれが思うツボ。落ち着く心が。なんで？あ、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 逆に一番難しい政治どんな感じ？午後の時間だ。ここが一番むずいんじゃない？待って、これクリアした人いなくない？あー、どういうことこれ？時間だ。無理だ。無理だ。まあでも、
俺はもう簡単だと思ったわ。ほらほらほら、もう俺もこっちで強くなりすぎた。マジでうまい俺。ちょマジでうまい。もう正直もうあの辺は簡単。ラッターさんはここでやめたと。下手くそだな。ああもう垂直ジャンプができん。よし、意外とむずいんだよな、落ち着いて真上に飛ぶの。はあ、おい何これ、どういうこと、飛びすぎ。ああもう何これ、たまにこのバカみたいにジャンプするのどういう条件だ。高いとこから落ちてきたらこういうバカみたいなジャンプ力になるんだ。あ、壊れちゃう、壊れちゃう。え、壊れちゃった、本当に壊れちゃった。いや、エスケープしてもダメだわ。何これ、本当に壊れちゃった。え、壊れちゃった本当に。何これ、え、これ本当に壊れちゃったんだけど。あ、何これ、どうやってこれ上手い人のプレイ見るって、どうやって見んのこれ、リプレイ上手い人の。これじゃないな、これか。え、どっからこれ、はぁ、どんだけポーゴに命かけてんだよ。最初から見たいんだけど、スタイリッシュのプレイは見なくていいから。こっからしか見ねえわ、この人のプレイ。何よこれ、はあ、何の参考にもならん。ポーゴどんだけやってんだよこれ。どんだけポーゴやってんだよこれ。ポーゴ好きすぎだろ。絶対人間性捧げてるわ。頭おかしなるぞマジで、こんなん。あ、やっぱ高いとこから落ちたら、それだけ高くジャンプできるんだ、このゲーム。ついに止まった。ほら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 。あ、どんどんジャンプ、へぇ、どういうこと、はぁ、やば、この辺のステージ。これ、ショートカットしてんのかな、頭おかしいんだけど、この辺。こんなもんクリアできるわけなくね、うわ。すげえ、垂直飛びすんのかよ。じゃあ壁蹴りすんのかよ、このゲームで。はあ、今のやば、無理無理無理、やばすぎだろこれ。難しすぎでしょこんなの。ネタバレやめよう、ネタバレやめてください、ネタバレやめてください。やばすぎだろ今の。やべ、見てる、見ただけで上手くなった。高いとこから落ちてきたら多分そのまま高く飛べる、このゲーム。ハイジャンプは、すればするほど多分、むずいけど、すればするほど、ジャンプ力が上がってくる。ちょっと待って、これどうやって行くんだっけ、わかんなくなっちゃった。あ、もう壊れる。俺は一度上に登った男なんだ。こんなとこで引っかかる男じゃない、俺は。たくさん、あ、どけたくさんも、よし。
やばい、やばね、あまつき、あまつき、いやーは、あ、本番想定ですね。本番も90分なんで、今90分プレイしました。90分プレイしてあそこまで行きました。本番想定ですね。逃げたわけではない。本番を想定した俺は。あー、マジでムカつくな。4人でやったら多分ムカつかないけど。マジでムカつくわ、このゲーム。やばい、血管ぶち切れそう。